アスタロトに会おう。よしよし、じゃ校長室に行きますか。リリス？へにゃ？リリスにラジエル、そしておや、君か。アスタロト、何か変化はあった？あればここで立ち止まったりするものか。ないよ。天国への門は変わらず閉ざされ、地獄は水没。この浮遊する煉獄は明日をも知れぬ状態だ。切羽詰まってはないのね。いつだって切羽詰まっているようなものだがね。それでその人間はどうしたのかね。もう一方は少し前に会ったが。まあ彼女はクグツソラミ。クグツソラミみたいです。よろしくお願いします。ああ、ゲテルの瞳を継承してしまったという人間か。俺を見ることで強大な力の流れに慣れておこうという魂胆だな。そういうこと。で、ソラミ、アスタロトを見た感想はどう？なんか分裂している感じに見える。男と女に。ああ、俺の原点は女神イシュタルでもあるからな。おそらくその因子が混じり合っているのだろうよ。おかま？ふん。俺の息は毒を持っているが、試してみるか。地上でも未発見。エボラも格やというアウトブレイクっぷりだ。申し訳ありません。私が悪いございました。素早いな。まあいい、許そう。うっし、許された。魔王相手にたくましいわね、空見ては。いいことだけど。あ、さて、それじゃ次は人間たちを見てみましょうか。ああ、ならばこのリストを持っていけ。ひょっとして行方不明になった巡礼者たちのリスト？カーマエルからもらおうと思っていたけどちょうどいいわ。セキュー。ふん。リリス、少し悪魔同士で話し合いたいことがあるのだが、いいかな？それってラジエル抜きでってこと？そうだ。いいわ。ラジエル、ちょっと席外してちょうだいな。うん、先に帰って寝る。おやすみ。ソラミとセツナは残っていてちょうだい。うん。二人は天使じゃないでしょ。それにセツナは私が召喚した存在だから問題ないと思うけど。仕方あるまい。さて、率直に問うぞ。お前はアダムの一件に関わっているのか？
舐めてんの、アスタロト。よりによって私が関わる。冗談にしては思いっきり笑えないわ。その反応でよしとしよう。だが俺の発言も無理からぬことだと思え。アダムを一番知っているのはイブを除けば君だ。あのね、アスタロト、魔王になって幾年月、私の前であの男の話題を口にするときは細心の注意を払うことって習わなかったね。ああ、おにぎり食べたい。魔法が習うかよ、そんなもの。ああそう、なら教育してあげるわ。リリス、リリス、悪いんだがその辺でやめてくれないか。ソラミが現実から逃避しちゃってるし。ん？というかそもそも君怒ってないだろ。殺したいほど怒ってるわよ。何が今今しいって、あなたが私を止めるかどうかのリトマス試験紙扱いにされたのが一番ムカつくわ。はあ、なんだつまらない。分かっていたのなら乗らないでほしいものだ。アスタロト、私にとってアダムはね、名前を聞いただけでプッツン切れるほどの爆薬なわけ。まあ天使が作ったというアダムに関わったかどうかで言えば、ほんの少しだけ関わったわ。ほう、意外だな。いえ、意外でもなんでもないわ。天使がアダムを作るって言うから私はこう伝えたのよ。同じ顔にするとぶち殺したくなるから顔は違うやつにしろってね。なるほどな。あの男の顔がまるで違うのはそれが理由だったのか。それ以降は関わってないから知らないけど、アダムの顔はそんなに前と違うの？顔だけじゃなく中身も相当いじくり回したらしいな。これまで天使と悪魔の間で繰り広げられた戦闘記憶を全部ぶち込んだらしい。は？数千年に及ぶ戦闘データ全てだ。我々魔王も疑いたくなるだろう。このタイミングでアーマゲドンを引き起こそうとしているかもしれないとな。ちょっと待って、アダムは確かにランクとしては聖人と天使の中間にいる人間よ。だけど数千年の戦闘データ、そんなもの脳をフルに使ったところで許容できるものじゃないでしょう。イブ、イブ、なんでイブの名前が出てくるの？何も知らないのかね。いや、意図的に知ろうとしなかったわけか。天使たちが震災の時イブを連れていたのは知っているだろう。まさか。天使たちはイブの設定を変更した。戦闘データは彼女が保管していて、アダムは好きな時にそれを引きずり出す。そう、イブなら可能ね。イブは神が作りし完全な人間だ。戦闘能力は皆無とはいえ、数千年の戦闘データごとき彼女にとっては何でもないだろうな。壊れる可能性は？天使たちは何重ものセーフティーロックを施してあるとか語っていたが、果たしてどこまで本当なのやら。いずれにせよ、壊れてしまえばこちらの不安も片付くがね。アダムを3度作ることは誰にもできん。
それでアスタロと何が狙い？刹那とアダムを殺し合わせたいあたりかしら。アホ、現状の手詰まりな状態でそこまで愚かな行為には走らんよ。第一、バベルで歯を唱えてどうする。砂場の王を気取る子供にはならんよ俺は。腹に一物抱えた者同士の語り合いって燃えるわ。ソラミは本当にタフだね。まあね、でもセツナもそう思うでしょ。うん。ジャージ姿で腹の探り合いというのもちょっとどうかと思う。ダメ、それは言っちゃダメだよ。この辺でやめておくか。そうね、まあ最終的な着地点が同じであれば無駄な足の引っ張り合いはないと信じたいところね。もちろんだとも。ではさようなら。君たちの巡礼に幸あらんことを。君はリリスを信用しているのかね。それはまあ信用しないとどうにもなりませんから。やめておけ。夜の魔女は君をゴミくずのようにすりつぶしても何とも思わんぞ。構わない。ん？私はそれで一向に構わない。利用されすりつぶされるならむしろ本望だ。意見は変わらずか。いや結構、大いに結構。ではその息で東京バベルに挑んでくれたまえ。では失礼。だが少年、そうであるならばますますリリスには気をつけろ。何、彼女はそんなお前すら変えてしまう最強の魔女なのさ。あら、遅かったわね。リリスを信用するなってアスタロトに忠告を受けていた。アスタロトさんも人が悪いな。リリスさんこんなにいい人なのに。いや そこまでいいやつかしら。私これでも世間的には夜の魔女ってブイブイ言わせてたんだけど。夕食の唐揚げが一つ余ったら黙って譲ってくれるくらいにいい人だよ、リリスさんは。絶対よ。え、じゃあ悪い悪魔だ。唐揚げを譲るか譲らないかで私の善悪は決まるの。そんなもんだよ、人間なんて。おい、遠い目して何を悟ってんのかな。それ以前に私は悪魔、それも夜の魔女なんだぞ。あ、ねえねえリリス、ま、魔王だぞ、偉いんだぞってお子様っぽい声で言ってみて。え、ま、魔王だぞ、偉いんだぞ、強いんだぞ、ベーダ、ベーダ。かわいい。もてあそばれた。お呼びですか、アスタロト様。
ルキフグス、天使たちの様子はどうだ。個人ではなく全体でしょうか。全体だ。やはり我々と変わりませんな。混乱からの立て直しに力を注いでいる状態です。もっとも向こうは四大天使の行方がわからない以上、カマエルが取り仕切ってますが。カマエルか。あいつは行動原理が単純な分やりにくいな。買収が効くタイプでもありませんしな。天使の側で誰かが裏で動いているはずだ。カマエルは避け、パワーあたりから探ってみてくれ。承知いたしました。不思議だ。ルシファーもベルゼバブも消えて、俺が地獄の頂点に立ったというのに、俺だけが生きて歯を唱えることができたというのに。くだらんな、くだらなすぎる。歯など虚しいだけ。とはいえ、この東京バベルを他の誰かに任せることなどできはしない。彼との約束は守らなければならないからな。ああ、でも生きるというのは疲れるものだな。しばしばする。ねえねえ、せつな、目薬とか持ってない？ないな、すまない。ありゃ。ねえラジエル、人間用の目薬持ってない？悪魔用でも天使用でもないやつね。天使用のしかないけど、ダメ？いや、天使の目薬だとありがたみがありすぎて目がつぶれそうなのさ。あなたの瞳はゲテルのものに交換されているんだから、安心して天使の目薬をさしてもらいなさい。ちなみに悪魔の目薬は私が持ってんだけど。人間のあなたにはイメージ良くないでしょ。これを目にぶち込むのだけはごめん、こむりたいな。うわ、効いてる効いてる。目をシパシパさせるのは良くないぞ。眠い。お腹も空いた。ああ、もうそんな時間か。購買でパンでも買ってくるわ。何がいい？結構だ。ただ、もしあるのなら液状栄養剤をいただきたい。アップルパイ、あと午前の紅茶、アップルティー味、それからリンゴがあれば3つ。食事は味がついていればもうこの際何でもいいや。あと健康茶買ってきて。健康茶。はいはい。んじゃ、ちょっと待っててね。ただいま。早っ。ありがとう。わーい、いちご丸ごとサンドイッチ、いただきまする。
それにしてもソラミ巻き込まれた割にはほんとタフよね。え、そうかな。正直言って何もかもを夢だと思い込んで現実逃避してもおかしくないレベルの災難だったと思う。いやよそんなの、私は現に生きてるわけだし、そりゃあまあ家族の思い出とか友達の思い出とかどうも綺麗さっぱりなくなってるみたいだけどさ。ま、気を使わなくていいようで何よりだわ。でも安心したらなんだか眠くなってきた。ソラミ、布団を敷いておくか。お願い。ああ、気持ちいいな。あ、そっか。まあ今日はいろいろ疲れただろうし、ゆっくり休みなさいな。目が覚めたら何もかも夢だったらどうしよう。それはそれで幸せじゃないのだろうか。そうでもないよ。また誰かに捕まって殺されそうになってたら困るし。助けるから心配しなくていい。え？また助けに行く。だから心配するな。ニヤニヤ。いや、わざわざオノマトペを口に出さなくてもいいと思うのだが。ソラミが眠っているのを見ていたら私も眠たくなってきた。はいはい、じゃあラジエルもおやすみなさい。セツナは眠るの？私は眠らない。まあ夜の魔女っていうくらいだから私も大して睡眠の必要はないんだけどね。どう？ちょっと二人で屋上に出てみない？屋上で何か見えるのか？何も見えないし、何か見えるかも。ちゃんと終わりを意識して飛びなさい。さもないといつまで経っても屋上にたどり着けないわよ。認識しない限り終わらない。そう、ここは実在する空間とは違って物理法則をいじくり回しているんだから、永遠に続くものは永遠に続いてしまうわ。観測者が確定させない限りね。はい、確定終了。やっと。
改めて本日はよくやってくれたわ。支配者になりかけていたゲテルを打倒し、クグツソラミを救ってくれた。それが命令だったから問題ない。ええ、あなたが動かなくなるその日まで徹底的に使い潰すから、そのつもりでね。その方がありがたい。せめて恨み事を言ってくれると嬉しいんだけどな。恨む筋合いがないので。そう、じゃあ刹那、一つ聞いていい？ええ。あなたの世界は救えなかった、もう滅んでしまった。なのにあなたは他の世界を救おうとしている。命令しているのは私だけどね。はい。嫌にならないのかしら？別に。救えるなら救う。別の世界の人間だとか、人間じゃなくて天使や悪魔だとか、そういうのはもう今の僕にとってはあまり関係がない。そう。あれ、今自分のことを僕って言わなかった？気のせいだ。いや、気のせいじゃないわ。絶対僕って言った。聞いたわ、絶対聞いた。聞き間違いだよ。私は私だ。ねえ、ひょっとして僕って言うとなんだか気弱そうに思われるからとか？昔言われた。何を？僕と言わずに私と言えと。その方が弱々しく聞こえないから。まあ、あなたの出自を考えるとそうなるか。でも正直言って似合わないっちゃ似合わないわね。ほっといてくれ。ああ、拗ねた。拗ねてなんかない。あの、聞きにくいことを聞いていいかな？アダムのこと？神話によれば。神話によれば私がアダムの元から逃げ出したことになっているわね。おおむね正解。私は最初の女として作られたけど、実は彼らより先にあれを食べていたのよ。知恵の実？ご名答。知恵の実を食べた瞬間、私はアダムの顎に渾身の右服を食らわせてやったわ。そんなに悪いやつだった？善悪を測るならとても善人だったわよ。神に仕え、神に従い、己の意志など欠片も持たない。いつもニコニコ笑っている。なので、まあとりあえず殴って、その後知恵の実のありかをサマエルに教えたわ。そしてサマエルはアダムとイブをそそのかし、あとは以下略ってやつね。客観的視点で考察すると、あれはアダムに腹を立てていたわけじゃなくて、無知であった自分にムカついていたのかもね。そう。まあでも
やっぱり今でも面を拝んだら無言で腹を突き刺して中身をえぐり出してやりたいくらいには苛立ってるわよ、私。その殴ったアダムがここにいるのか。なあ、あれは違うわ。言っていたでしょ、あのアダムは天使たちが作り上げた新しいアダム、ニューアダムとかネオアダム的な。作り上げたか。まあ会わない方がいいかもね、彼とは。なぜ？反目するかもしれないから。彼とあなたとではそのあり方があまりに違う。あり方が違うからといって私は区別したり敵対したりなどしない。そうだといいんだけどね。今のあなたはこの瞬間に私がここから突き落としてぐしゃぐしゃに壊れて死んでも、それならそれでいいかと考えている。流されているというか命を捨てているというか。捨てているわけじゃない。戦うときはちゃんと全力だ。それは戦って勝つことを命令されているからでしょ。だからそれに向けて最善の努力をする。最短の距離で勝利をつかもうとする。そう、だから例えばそれがあなたが命を捨てることを前提とした戦いであろうとも、そうするつもりでしょ。その通り。まあそうだったんだけどね。でもちょっとだけ思ったのよ。もしあなたが天国の門にたどり着けたとしたらどんなに面白いのだろうって。私が天国に。史上にして極上の土地、この世の果てにある楽園、その場所であなたは何をなすのかって。それを考えたらあなたにもきちんと巡礼してほしくなってきたのよ。天国か。それを確かめるためにあなたには生きていてほしいと願う。全てが終わった後でも。ひとまず前向きに善処するということで。ひとまずはそれでいいわ。まあ無駄死になんてしたら墓は作ってやらないからね。はい。さて、他に言うべきことが何かあったかしら。ああ、そうそう、あなた空見についてどう思う？彼女は変わっていると思う。ああ、その意見には私も全面的に賛成。ゲテルは偶然とんでもない人間を召喚したのかも。空を飛べるわけでもなく、音より速く走れるわけでもなく、隕石を砕くほど力が強いわけでもない。ああ、それで思い出した。刹那、あなた空見に優しくしてあげなさいよ。具体的には白馬の王子様らしく振る舞いなさい。空見だってきっと不安なんでしょうし、だからあなたがキラッキラと輝くような笑顔を見せた方が喜ぶでしょうし。不気味なだけだと思うが。何よりそんな刹那を見て笑いたいし。最後が本音だな。まあ表情に乏しいのは自覚しているが、生まれが生まれなので
仕方ないことかと。何よ、諦めたらダメよ。ダメ、試しにほら私に笑いかけてみなさいよ。うわ、不気味。笑えと言ったのはリリス太郎に。笑い方が不気味なのよ。もうちょっとこう爽やかさを売りにしたアイドルみたいに笑ってちょうだい。二度とやらない。じゃあ録画しておけばよかった。 あそれじゃもうそろそろ朝だし帰るとしますか。了解。お先。君がリリスのおもちゃなのかい？おもちゃという言い方は適切ではないと思うが、リリスの召喚に応じたという点では君の言う通りだ。そっか、君がおもちゃなんだ。それで君は何者なんだ？私？私は、ねえお兄さん、私は誰？天使か、それとも悪魔か。天使だったけど、今はもう悪魔に近いかな。死の天使、毒の天使、楽園でアダムとイブをそそのかした翼持つ蛇、サマエル。正解。ご褒美にチューしてあげようか。結構だ。ねえ、君も天国に行きたいのかい？いや、ただ天国が解放されないと困る人間がいるのだろう。だったら捨ておくわけにもいかない。困ってる奴は困らせておけばいいんだよ。みんなで仲良く破滅する方が楽しいでしょ。個人が破滅を望み突き進むのは勝手だが、望まぬ方々をもろとも巻き込むのはいかがなものか。嫌だよ、つまんない。みんなを巻き込むから面白いんだよ。それは困るな。困るから楽しいんだよ。ま、今日は挨拶だけだから。挨拶だけ？リリスがご出身の人間が
どんな存在なのかちょっと見ておこうかなって。興味本位というわけか。ねえ、天道刹那だっけ？ちょっと聞きたいんだけど。私も聞きたいことがある。じゃあ私から。君は神に興味があるかな？この東京バベルにいれば当たり前だろ。あ、ごめん、ちょっと質問間違えた。神になりたいと思ったことは？思ったことなどない。でもさ、神だよ神。絶対にして唯一にして万能にして全能の神。本当に興味ない？ない。ではこちらからの質問だ。一つ、アスタロト、もしくはカマエ、そしてリリスは君の存在を知っているのだろうか？それはどういう意味のご存知なのかな？それは無論、君がこの東京バベルにおいて人間、天使、悪魔全体としての目標とは異なる方向性を目指していることについてだが。私頭弱いから分かんないな、そういうのって。弱いのならばなおさらだな。君はどう思う？もし道をたがえるのであれば。あれば？始末する以外にあるのか？やだやだ怖いな。そんな短絡的な存在はあのベリアルだけで十分だっていうのに。私のペットバジリスクのクーちゃん、足が多いから移動に便利なんだよね。じゃまたねお兄さん。それともこれで終わりだったりするのかな。ちょっと遅いわよ。ちょ、腕、腕！
すまない。見苦しいものを見せた。私が飛び降りてから5分の間に何があったってのよ。襲われた。おう、誰に？サマエルという打天使にだが。よーし、詳しい話を聞かせなさい。とりあえずアスタロタとカマエルに伝えとくわ。てかやっぱり生きてたのね、あいつ。死んでたと。地獄が水没したあたりで行方知れずになっていたからね。まあうっさんくさいやつだったわ。なるほど。ただ言ってはっきりしているのが、どうやら私たちを天国に行かせたくないということか。ああ、もうこれからはサマエルにも気をつけなくちゃならないってわけね。夢じゃないか。うん、隣が朝からテンション高い。悪いんだけど、今日は投稿してちょうだいね。投稿？もらったリストを使って巡礼途中から行方不明になっているキャラクターを片っ端からチェックしたでしょ。その中の有力候補の3人調べておきたいのよ。どういうことだ？今さら何をどうやって調べようと。支配者である可能性が高いからよ。支配者は各階層に存在するのでは。それは本体の話。私が言っているのは無意識に分割された方の話。無意識に分割？分霊って言ってね、巡礼を開始した人間たちはパンドラに分かれた存在を置いていくの。彼らは巡礼する前と同様、ごくごくありきたりの日常をパンドラで過ごし続ける。分霊はほぼ例外なく存在する。本体が死んでも生き続け、ラジエルさん、お皿に顔突っ込まないで。分霊と本体は別れた瞬間に別物となる。だから分霊を攻撃しても全く無益。逆に彼らと語り合うことで見出せるものがあるかもよ。レゾンデートルか。ご名答。彼らと話して心の奥底にある何かを今のうちに知っておく。性の感情であれ負の感情であれ、それを知っておけば助けになるわ。おや？レゾンデートル？あれ？どっかで聞いたような。
なんかの用語だよね。自分がここにいる理由ってそんなに重要なものなの？そうね、そもそもそれを説明しておいた方がいいよね。納得いかないまま仕事を開始するのも問題あるでしょうし。ソラミ、あなたのいた世界で最強ってどんな存在だった？私の世界？ヘビー級ボクサーとか？銃を持った人間の方が強いでしょ。銃を持っていいなら何でもいいじゃない。そうそう、銃を持った人間には戦車で立ち向かえばいいでしょ。戦車を持ってきたのなら爆撃機なんてどうかしら。爆撃機に対抗するなら、まあ以下略。そして順繰りに行くと最後に勝ち残るのはやっぱり核ミサイルってことになるわよね。となると世界最強は核ミサイルを撃とうと思えば撃てる国家のトップたちかしら。先に撃っちゃった方が勝ちなんじゃないの？後から反撃した方が勝つかもね。あ、まあいずれにしても、いずれにしてもそういう最強同士の争いの結果だけはわかる。破滅だよ、ソラミ。後には何も、全く何も残らない。だよね。さて、まあ例えば核ミサイルを持っている個人がいるとしましょう。私たちはそれに勝てるわ。うわ、びっくり。そりゃそうよ、伊達に数千年生きてないわ。といっても核ミサイルにぶち当たったらそりゃもう大ダメージよ。下級の天使や悪魔たちだったらあっさり死ぬかも。まあでもね、私たち程度になると核ミサイルを防ぐ手段をいくらでも講じることができるわけ。それは限定的ながら世界を我がものにする術式。レゾンデートル。この世界における己の有用性、それを言葉と行動で証明する。それによって生み出される個人による世界侵食閉鎖、これがあるからこそ我々は最強を歌うことができる。最強ね。まあこればかりはあなたたちが自身の頭で、あるいは体で理解できるようにならないとどうにもならないわね。まあのんびりやりなさい。のんびりやると死ぬけど、焦って見つかるものでもないし。それ積んでませんか？いつでもひたすら考えておくといい。人間は考えるための生き物。そのために脳があり、頭があり、感情があるのだから。わかった。要するに簡単にまとめるとあれですよね、超必殺技。ちょっとわかりやすく言い過ぎですよあなた。しかもあながち間違っていないあたりがえらいムカつくわ。そういえばリリス、例えば具体的にはどんなレゾンデートルがあるんだ？刹那もソラミももうすでに体感しているよ、リリスのレゾンデートル。え？真理は時の娘、欺瞞は闇の娘。教えてあげるわ。私の術式はいわゆる常時発動型というやつ。
私は常に五感を伴った幻影を見せている。え？幻影？そう、幻影。私はここにいるけど、ここにいない。どこにいるかは自分ですらよくわからない。でも触れることはできるし、匂いもある、音も聞こえるし、味もあるわよ。無意識の常時発動だから、例えば心を読まれたところで本体がどこかわかる心配はない。そして幻影を攻撃されたところで死ぬことはない。核ミサイルを持った人間に私が勝てるのはこれが理由よ。だってここにいないんだもの。リリス、支配者はね、ほぼ全員レゾンデートルを見つけ出している。この時点で体力、知力、持久力、速度、精神力、魅力、全てが下回っていようと油断することはできない。さっきのサラミの言葉じゃないけど、レゾンデートルは時に兵装の形をとり、時に術式の形をとる。人間や天魔の精神同様、千差万別。ゆえにたとえ私といえども、このパンドラの天使を統率するカマエルすらも、地獄の大伯爵たるアスタロトですらも油断はできない。死ぬ可能性すら否定できない。無論彼らも強大なレゾンデートルを有しており、敗北する可能性はゼロに近いけど、そんなわけで天使も悪魔もリスクを冒したくはない。そうかといって天国を目指すべき人間同士を勝ち合わせるのはあまりに愚か。え？ま、そんなわけで天使たちはアダムを作り、私は刹那を召喚したというわけ。リリス、人間同士を勝ち合わせるのは愚かって言ったわよね。言ったわ。刹那は？刹那はまあ例外なのよ。それで昨日のことだけど、私とソラミが調べて怪しかった生徒は3人。ラジェル。うん、ちょっと待って。これが一人目。名前は日の上渉。男子生徒2年263組。すでに巡礼を開始しているが消息不明。死亡記録もない。彼は悪魔を食らったという情報がある。それがもし本当ならば、ゲテルと同じように壊れている可能性が極めて高い。どうも炎の大総裁ことアブナスを食らった形跡があるのよね。二人目、名前は黒尾美也子、女子3年13組。彼女は天使を食らった人間だと言われているわ。翼？そう、本来人間が持つはずのない天使の効力。天使を食らった人間でない限り、彼女の肉体にこんな変化が起きるはずがない。彼女が食らった天使が誰なのか、
それすらもわからない現状では、できるだけパンドラで接触してある程度の当たりをつけてからでないと危険。ゲテルの時はまだなんとかなったけどね。もし上級3体と呼ばれるクラスの天使を食らっていたらやばいわよ。誰をパクパクしちゃったかくらい見当つかないの？震災の時にいっぱい死んで、10年の時も山ほど死んだのよね。死を記録していた書物は失われ、もうさっぱりわからないというのが現状なのよ。極端な話、天使を3体食らっていたらもう誰がどれほどの力を得ているのかすら不明になる。ともかく彼女は天使を食らって攻撃を得た。そして第二階層以降のどこかに本体を潜ませている。彼女は明確な討伐対象ってことよ。ラスト3人目、1年2500組の男子、押芝茜。こいつは壊れているかどうか微妙に不明なのよね。ただ空見の目に引っかかったから何かがあるんでしょ。私の勘っていうか、ゲテルの目が知らせてくれたんだけどね、この子には何かあると思うの。経歴も守護天使も一切不明。人間なのか天使なのか悪魔なのかすらわからないわ。いかにも正体不明って顔してるもんね。せつな、この3人の中で気になった人間は？あ、ちなみに私が妙に気になってるのは悪魔くらいのバカそうな男。とにかく正体不明だった人はちょっと気になるかな。ともかく今日はこの3人の誰かと語り合わなきゃならない。刹那、あなたは誰と話したい？選んで。ではとりあえず日の上渡るを調べてみよう。ちなみに根拠は？まあリリスが気になるというのならその勘を信じるべきではないかと思っただけだ。ほほう、私の女としての勘を。私も女だが。私も女です。二人と私では、言うならば、目標度が違うのよ。おぼこのくせに。なんか言うた？今なんか言うたろ！あたいの悪口言うたやろ！なんで関西風になまるのさ。こっちの方がおキャンで可愛いかと思ってこびてみた。どうだった？刹那、一つだけ確信できるのはリリスと付き合う男は疲れるということだ。ああ、納得するな。それじゃあソラミ、日の上君についてはよろしく。ソラミの会話スキルでうまいこといろんなことを聞き出して。アイアイさん。それでセツナはこれから先を見据えて特訓する。まあ特訓というよりはこの東京バベルでの戦いに慣れてもらうわ。了解。私とセツナは体育館に行く。ソラミは聞き込み。ナジエルは、
私は図書館で資料を探す。まあほどほどにね。 あとついでだからケルベロスの餌もやっといて。ケルちゃんの？うん、今日は我々が当番なのだ。ケルベロスって頭が3つある地獄の番犬？そう。かっこいい？むしろキュートでかわいい。見に行きたい！それなら餌やり係を代わってくれると嬉しい。やるやる！それじゃあ今日は空を飛びつつ相手を殴ったり殴られたり蹴ったり蹴られたり切ったり切られたりするよ。了解した。相手は君が？どうしようかね。カマエルやベリアルの方が強いしやりやすい気がするけど。ひとまずは私で、物足りなければ明日以降カマエルやベリアルを呼ぶよ。物足りなければだけどね。ひとまずやってみるよ。オッケー。それではよーいドン。空気の力を使って加速してみた。私の身体能力は大したことないけど、それでも魔力を上乗せすればこのくらいはできる。これの利点は魔力の高があまり関係ないことね。炎を作り出して相手を攻撃すればそりゃもう魔力をどか食いするけど。こういう身体強化ならば使用する魔力はほんのわずか。刹那の乏しい魔力でもまあなんとかなるわよ。運用効率が悪い。属性変更の対応速度が遅い。とにかく遅い。早く早く、ただ早く。水飲む？飲む。ちょっと私の分も残しなさいな。パー！水うまー。こんなに汗かいたのも初めてだわ。初めて？今まで戦ってきたんじゃないのか？と私には秘密があるのだよ。いや大した秘密じゃないけどね。うん、知りたい？
差し支えなければ教えてほしいけど。じゃあちょっと屋上で話そっか。ジャージ姿でするような話でもないし。制服姿でするような話なのか。記録と記憶って違うわよね。まあそうだな。記録は保存するもの、記憶は刻むもの。で、私には記録はあっても記憶はないの。記憶がない。真理は時の娘、欺瞞は闇の娘。それが私のレゾンデートル。より具体的に言うと、私は幻影でしかないけど、それでも存在しているのよ。どういうことだ。そう、私は幻影。ここにいるけど、ここにはいない。ああ、それは知っている。そう、幻影だというのにおおよそ最高に幻影らしくないのがこの私。幻影って言ったら普通はあれでしょ、ロボットみたいなものだって思うでしょ。ところがどっこい、私には自立した意識すら存在するの。まああれね、言うなればコピーロボット。コピーされた瞬間、私には本体とは違う意識が宿るのよ。うん、大量生産したロボットの AI が独自学習を果たしたようなものか。そうそう、そんな感じそんな感じ。まあ何にせよ、ここにいるのはリリスであって私じゃない。何もかもが欺瞞であると同時に真実でもある。うん、我ながら哲学的ね。なら他にもリリスはいるのか。いるわよ、たっくさんいるわ。ただこのパンドラには私一人ね。それじゃあ他は。全然知らない、わからない。ただどこかにいるってことだけは分かってるけど。今ここにいるリリスが幻影だとしたら、本来のリリスはどこにいる。それを知ってどうするのかしら。別に、ただ会ってみたいと思っただけだ。つまんないわよ、私の本体なんだし。自分を卑下することはない、リリス。君はただでさえ愉快極まりないんだから。痛かったのだが。しょうかましいわ。しんみりしていた気分がなぜか台無しだわ。しんみりしていたのか。じゃあ私が本体に会うなと命令して、あっちの方が会いに来たらどうする。本体と幻影、あなたはどっちに従うの。本体と幻影で意見が異なる状況があるのか。めったにないとは思うけど、まあそういうこともあるかもしれないわ。だったら私は君に従おう。ん、私の意見に従ってくれるの。それはそうだろう。本体がどうであれ、私を救ってくれたのは君だ。救う、救うね。
私はあの地獄から別の地獄に配置転換させただけって思わなくもないけど、少なくともこの世界はまだ終わってはいない。向こうの世界のように全てが滅びたわけではない。どうかね、私たちはとうに終わった世界であがいているだけかもしれない。他の天使や悪魔は東京バベルを巡礼さえすれば元通りになると信じている。何もかも以前のまま過ごせると。違うのか。甘いわよ、蜜より甘い。もう元の世界とは違う価値観を持たなくてはならない。絶対的な権力者が絶対的に振る舞うことはもうない。それは神のことを言っているのか。まあね。それに天使だったら四大天使、悪魔だったらルシファーといった権力者がほぼ壊滅状態だし。どうなるのかしらね、一体。これ以上悪くなることはないだろう。いやいや、そう思っているうちはまだ落とし穴があるものだよ、刹那くん。締めっぽくなったわね。明るい話でもしましょうか。別に構わないが、何を話す？なら、若者らしく、女の子と付き合ったことある？ない。おい、話を発展させろ。せめてその努力を見せろ。女の子と付き合ったことも付き合ったこともない。あまり発展しないどころか、むしろやらしい方向になった気がする。大体以前聞いた気がする。リリス、君は男と付き合ったことがないと。ああ、ありますわよ。ジャンガジャンガ男という男をむさぼり食ってましたわよ。本当だったとしてもそれは記録であって記憶ではないだろう。このバカバカバカ。私のことはどうでもいいのよ。よくないけど、とりあえずどうでもいいのよ。あなたよ、あなた。私？そう、この東京バベル、割と可愛い女の子が多いとは思わない？いや、興味がないのだけど。思春期の少年のくせに？思春期はまだ来てないし、来る予定もないよ。リリスは知っているじゃないか。なんとでもなるわよ。なんともならないと思うが。なんとかするって。きっとなんとかできる。ここには天使と悪魔が揃ってる。あなたの一人や二人簡単に直せるわ。そこまで長命を望んでないよ、私は。最悪でもこの状況が好転するまで使い潰されればそれでいい。使い潰すって言ったのは私だけど、せめて巡礼が完了するまでは頑張ってほしいわね。了解、そこまでは頑張ってみよう。それからね、そろそろ一人称は
元に戻してもいいんじゃないかしら。どうして僕を選んだんだ？え？それも、あなたが面白そうだったから。面白そうで僕を召喚したのか？ええ、そうよ。面白いってことは重要よ。すごく重要なことなのよ。あまたあった平行世界で切なほど奇怪な人生を送った人間はいないでしょうよ。僕は必要か？うん、とってもとっても必要よ。しかし、君の思想はよそに触れ回らない方がいいだろうな。ええ、そうでしょうね。究極的な話、私にとっては何もかもが人ごとだから仕方ないのだけど。人ごとか。幻影の君にとっては何が滅んだとしてもあまり自身と関係がないわけだ。うん、そうそう。そりゃ死んだら悲しいわよ。でも私にとってはたかだか1年にも満たない付き合いだからね。白状だな。そうそう、白状白状。誰が滅んでも、誰が壊れようとも、誰が泣いたとしても、きっと私はウスボンやりと見届けるんでしょうね。それは僕が死んでも？ええ、もちろんよ。笑顔で見送ってあげるわ。そうか、なら僕は。なら僕は君のために泣こう。え？涙腺がないとでも思っていたのか？当然ながら僕にも感情はある。君が死んだ際はそれを意図的に刺激して号泣しよう。そういうのは恥ずかしいからやめなさい。それは命令？命令も命令、第一級最優先事項にしてやるわ。了解した。子供のようにメソメソ泣こう。だから泣くなって言ってんの。泣くなよ、絶対に泣くなよ。レディース&ジェントルメン。オッケー、やっと声が出た。いやー、死んで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 たからな。いい加減つらい、飽きた。で、さあ、うん、そこの君だよ、君。ああ、天童刹那じゃなくて君だ。見えてる？うん、見えてるならそれでいいんだよ。まずは彼の生き様を。いや、ひょっとするとある意味で死に様だったかもしれないけど、見てくれてさ、ありがとう。うん、まずはこれだ。礼を言うというのは大事なことだと思う。蛇の私でもそう思っている。ラジエル、そしてクグツ・ソラニ、暴露された真実を受け止め前に歩く。いやいや、
なんとも彼の生き様は真っ当で醜悪に美しい。さて、残りは一人、リリスの物語だ。この物語は他と少しばかり毛色が違う。いつでも刹那のそばにいる心強い味方だった彼女は、ラジエルやソラミと違って実は何にも秘密はない。彼女は真っ当に悪魔で、真っ当に天使から落ちて、真っ当に人間と共に過ごした実に健全な悪魔なんだよ。そう、ヒロインであるリリスにもう秘密は何にもない。それでも君は見たいのかい？彼女の物語は。そっかそっか、うんうん、それもまた一つの選択だ。君がどれほどのお金と時間を費やしたのかはわからないけれど、ここでやめてしまうというのもいいだろう。ただまあ、寂しくなるから削除しないでくれると嬉しい。それから1ヶ月か半年か1年か、思い出した頃にもう一度挑戦してくれるとなお嬉しい。グランドフィナーレを飾るにふさわしい物語かどうかは私にはさっぱりわからない。いや、何しろ体験してないからだけどね。でもできれば体感してくれれば私たちも成仏できるんだけどな。ま、いいか。それでは皆さん、さようなら。成仏って堕天使の私にはできないんじゃないかな。